今現在地ここですね。で前回ね、こう来てこう回ってね、白山駅に行った動画がありましたよね。結構お問い合わせ多くてですね、この辺のね裏道結構興味深いねっていう話があって、まあ本当はねこっちの方も面白いんですけど、今回ねちょっと白山駅にねちょっと用事があるもんでね、この間の起点がありますよね、ここから反対の方行って裏抜けてこうまっすぐ行ってみましょうね。ね、これ面白いでしょ。じゃあ行きますよ。さあ前回のスタート地点ですね。じゃあ今日は反対側に歩いてみますね。まあ本当はねこのルートもこの間のルートもね、どっちもまあどちらかというと遠回りなんですよね。本当は詳しい人はね、この辺の高校とか通ってた人はね、中の敷地をね通ってね、下のあの平安閣かなんかのところを降りてってね、近いところからねショートカットするんですよ。私はそういうところ行ってないからあんま詳しくないんですけどね。まあバス停があって、この辺もね、あの信濃町とか、あの浜浦町とかね、あっちの方行くバスがあるんですよ。神社がありますね。はい、ここ左に曲がりますね。懐かしいなぁ。なんか確かゲーセンがあったような気がするな、ここ。懐かしい。確か駄菓子屋さんもあったような気がするな。この辺でなんか遊んだ記憶あるな。いや、しかし雪ひどいですね。あ、またなんかお店が出てきましたね。しかし雪すごいですね。まあ、かえってねこのくらいの方が濡れないんですよね。あの気温が低い分ね、雪もなかなか溶けないしね、あのすぐパラッと払えるんで、あのかえって風邪ひかないかもしれないですよ、このくらいの方ね。寿屋、こういうのもあったんだね。今もあるのかな。まあ中華屋さんですけどね、あの確かタンメン、タンタンメンかなが有名なところです。今車が上がってきましたね。神社があるんですけど、この神社をね背にして歩いたところが駅の近くなんですよね。でこちらはあの新潟商業って新しく建て替わりました。歩道がまた広いですね。すごいわ。もうずっと一本道ですからね。これはやっぱり通いやすい高校ですよね、ここはね。白山駅からものすごい近いですからね。おにぎり作りますって書いてある花屋さん。さて、意外とあっけなかったですね。まあ今回の散歩コースで、ね、短かったからかな。まあほとんど編集いらないですね。まあだいぶ端折っちゃいましたけどね。
まあ本当はね、あの電車に乗る動画も撮りたいんですけどね、この悪天候だとね、なかなかまあ面白いのが撮れないっていうのと、あとまあ結構ね、あの越後線撮ってる人はね、たくさんいるんでね、あのしばらくちょっと時間あげてからやりますね、鉄道系の動画はね。ここすごくいい駅ですよね。あのホームもすごく綺麗だしね、あの本当にね、天候が良くなったらね、じっくり時間かけてね、まあ、もちろん人もいるんでね、あの全部の駅紹介動画はねちょっとやらないですけどね、部分部分ちょっとぜひやってみたいなと思います。駅前に飴屋さんがある。さて、いかがだったですかね。あ、また来週もやりますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。